カムです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日も、朝からのお化粧ですね。はい、普通に仕事前のお化粧をしたいと思います。はい、そしたら始めます。いつものように。はい、じゃあこちらセザンヌですね。もうこれはもうドラッグストアに普通に売ってます。はい、はい、あります。これもなくなってきたから買わなくちゃ。はい、おでこは髪の毛があるからあまりつけないこの辺に日光湿疹できちゃったんですよ。すごい、ね、どんだけインドアだったのみたいなはい、でこういつものようにやります。はい、今日この動画撮ってる日はあいにくの雨模様というか、最近あんまりいい天気がないかな、天気が良かったとしてもすごく暑い日が北海道だけどねあります。はい、はい、そしたら今日はこちらのシュウエムラの、はい、こちらを使いますコンシーラーですね。はい、もうちょんちょんとこういう感じになってるんで、はい、これはねスポッツカバーファウンデーションよりはシミを隠す、シミが、見えづらくなるのが、少し弱いかなって思ってるんだけど、買ったものねあって全然使ってなかったから、はい、そういう感じで今使ってます。でこの頬の部分ですね、はい、あります。足りないところは重ね塗りします。本当にマスクで取れちゃうんですよ。私ちょうどそういうところにシミが、気になるシミがあって嫌なんですけど、こっちも濃いけど、まあ、これぐらいにしとこう。あとは目につけます。目とかね、余ったらこう口の周りとか、なんか日焼け止め塗ったとしても絶対に日光湿疹できちゃうし、本当なんだろうねはい、じゃあ全体に塗りました。前髪ちょっと今日は切ろうかなと思ったんで何もつけてないんですよ。はい、で眉毛なんですけど、最近はこちら、メガドンキ、ドンキホーテで買った500円ぐらいのアイブロウペンシルですねこれを使ってます。これね、こちらの方で眉ブラシついてるから、整えてから、はい、繰り出して鏡が、はい、こんな感じです。はい、なんか今日ガラガラ声ってことはいびきかいてたかな ここないからここに足しますで、ここにも足しますね。ピーッと平行眉毛にしたいから、まあ、こんな感じですね。自分のね眉毛の形があるからね、これをね、変えていかなきゃならないっていう、なんか絵を描くように眉毛描く感じです。はい、なんかこんな感じで描けたということにしてはい、で今日はですねなんだこのガラガラこのビセの、アイブロウパウダー、BR3 ですね。こちらのこの真ん中の色を、ちょっと足したいと思います。こんな感じで、はい、なんとなくこう、はい、赤っぽいような色が、つきました。であとは最近は私はこのセザンヌのクリアマスカラですね、これを眉毛に使ってます。この眉頭を上げるために使ってるんですけど、すごい雨がすごく降ってきた。雨の音が入ってるかもしれないですさーって、はい、
ちょっとあれですね。前髪止めちゃおうか。逆だった。あれ、いいのか。かっこいい。あれ、一個しかない。いや、いいか。はい、こんな感じですね。なんとなくの。はい、はい、はい。で、アイシャドウなんですけど、これもなんかドン・キホーテでこの間見つけたんですよ。じゃーん。はい。ブランド名が OZTK でこう、ちょっと読みづらい、わかんないけど、4色アイシャドウパレットですね。なんかね、この なんかこういうパッケージ、何語ですかこれ、中国語ですか。500円だったんですよ、500円。でちょっとね、使ってみたところいい感じだったんで、はい、これですね、なんて読むんですかね。はい、じゃあこちらをね、ちょっとやって使っていきます。はい。そしたら眉ブラシじゃないや、アイシャドウブラシか。はい、使います。この色をベースに、はい、ここにまぶたにつけちゃいます。パッパパッパいきます。はい、でここにも涙袋のところにもつけます。はい、でなじませてと。はい、じゃ次に、この濃いこの色ですね、これをつけます。ほんと500円でこのなんだろうね、全然おかしい感じしないですよ、粉が飛ぶとか。はい、色もしっかりつくしね、うん、結構気に入って使ってみてます。さっきの眉ブラシついたアイブロウペンシルも500円ぐらいだったし、値段が安いと思う。なんかちょっと前だったら粉飛びとかすごかったような気がするんだけど、これは全然そんなことないですね。はい、はい、そしたら次、じゃこれをですね、アイライン代わりにつけようと思います。はい、これですね、グリーン。はい、じゃあいきます。ここの眉頭からもがっつりつけてきます。これの使い方が合ってるかどうかはちょっとわからないんですけど、こういう感じで、はい。はい、こんな感じですね。もう、もう最近目の腫れがだいぶもう落ち着いてるから、これが多分私の本当のなんか目なのかなと思ってるんですけど、もう分かんなくなってきちゃった。はい、そして最後にこのラメですね。これラメもついててね、500円。これがマットなんで、気になるシワワみたいなのが目立ちづらいみたいな。ラメはここにつけていますね。はい、どうしても眉頭とこのなんていうんですかね、涙袋のこの前の方、前の方っていうか内側の方にこういうのつけたくなっちゃうんですよね。その方がなんか生き生きとして見えるというか、はい、こんな感じですね。はい、終わりました。でビューラーをしてまつげを少し上げます。はい、そしたら、私はいつもセザンヌの、マスカラ下地をつけます。ネイビーって書いてありますね。はい、こちらを塗って、これをね塗ると私はまつげがそんなに多くないし、黒くもないっていうか、あんまりそんなに多くないんで、これでちょっと下がってきづらいくなるし、いいかなと思って、はい、勝手に使ってます。はい、そしたらハイライト。ちょっとごめんなさいね、なんかタンが絡んで。はい、じゃあこちらフーミーのフェイスパウダーですね。ここの鼻根のところと、ここですね、上唇のここですね、ここにつけます。はい、つけました。はい、あ、そして目にまた
最近これこのキャンメイクのこれは買いました。またすぐなくなっちゃったから繰り出すのはいいけど引っ込まなくなるやつですね、はい、キャンメイクの5番ですね。ちょっとこれです、これ、はい、これをこの粘膜のところにつけます。これ繰り出しても引っ込まなくなるから本当に調節しながら自分でちょっとずつ出して使った方がいいと思います。でここに粘膜につけたらちょっと変わるかな、はい、でこのまま、蓋します、はい、で上に上は今日はこのモスグリーンの、ね粘膜につけようかと思います。これはビセですね、ビセのモスグリーン。これをこのグリーンの、アイラインに合わせた感じでつけます、はい、粘膜につけます、はい、これをつけると少し黒目が大きく見えるかなみたいな、でちょっとグリーンっぽい感じ、ね、これを引っ込むので引っ込めてから、はい、そして、そうそう、でマスカラをこの渦のグリーンのモスグリーンというかグリーンにこれを塗ります、はい、私イエローベースな顔の肌の色だと思ってるんですけど、そうするとなんかこういったグリーン系とかが合うような気が します、はい、ブルーとかイエローとかあるけど、そのブルーベースとかだったらなんか水色っぽいとかそう青っぽいのが似合うんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあね、いろいろやってみて自分でやってみての感想です。余ったらちょっとつけます。余ったらこの目の下にちょっとね、まつげ全然薄くてないんだけど、はい、つけました、はい、で、お遊びです、はい、これはこれもウズのコンビニで売ってるマスカラですね。オレンジ限定色だったからこれはセブンイレブンで買えるんですけど、渦だったかな、あれ渦ですね、はい、これをこの目尻のところにちょっと、これはもう遊びです、自己満足です。さっきつけたこのキャンメイクの、このライナーっていうかこの、ね、粘膜につけたやつに色が似てるっていうのもあるけど、でさっきつけた渦のカーキの、ね、マスカラの上からも塗っちゃってるっていう、はい、何でもありですね、はい、そしたら口紅なんですけど、口紅はちょっと赤いパンツ履いてるんでそんなに赤くしなくし、これはフーミーの血色ピンクっていう口紅です。これをなんか適当に塗ります。適当に塗ってブブブブブブブ、これもなんかはっきりさせない感じで、これは割とマットなのでこんな感じでつきます。こういうことをすることによってこうくっきりつけましたっていう感じではなくなります。で私の場合この口紅つけた時はちょっとなんか乾燥も気になってくるので最初はいいんですけどね。こちらもフーミンの、これも、リップグロスですね。これも色取りづらいんですよ、はい、これをちょっと中央部分につけてあげたらちょっとこうグロッシーな、はい、感じになります。であとチークなんですけど、チークはこれですね、セザンヌのナチュラルチークの10番です。はい、10番、これをこのハケでまずこういう感じで塗ってですね、はい、であとはこう外から内にちょっと馴染ませてあげるっていうことでナチュラルになるかなみたいな、はいはい、こんな感じです。あ、そうだ、仕上げにこれもうないんだけど指に買ってあります、はい、こちらを全体にもうちょっと入ってるから今日はこれぐらいにしとこう、はい、で、あ、そうだ、完成、もうほぼ完成だけどちょっとだけ遊ぼうと。これは何だろう、
コーラル、なんとかコーラルっていう、なんかこれもドン・キホーテで買ったやつかな。ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥっていうんですかね。ドド、ドドっていうんですかね。なんと、の、キラキラです。はい、これをこの黒目の下にちょっとだけ塗ります。はい、なんかね、上まぶたより下につけた方がまだ、50代の人っていうのかな。なんかいいらしいので。まあ確かにね、いろいろね、つけすぎるとちょっと大変になっちゃう。はい、こんな感じで完成です。ちょっと前髪ボッサーなんかね、上げた方が私自分の中でいいような気がするんですよね。大人っぽくなるっていうか、大人、それ年なりにな感じになるし、前髪これ今長いから、もうちょっと切ったら切ったで、まあ私らしくなるかなって。どっちにしても短くしてとしても上げることもできるから、こうねじってね止めてるんですよ、いつも。はい、迷いますね、切ろうと思ってるんですけど。よし、はい、ということでこんな感じで出来上がりました。これがいつもの最近のメイクです。はい、特に変わったことはしてないけど、シミを隠すことだけはあれですね、頑張ってますけど、やっぱりこうちょっとなんとなく浮き出てますけども、仕方ないですねっていうレベル。あまり厚塗りにもしたくないし。はい、ということで、今日も、普通に、仕事行く前のお化粧でした。何かの参考になりましたら、チャンネル登録と評価、コメントお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。